ジャン・エティエンヌ・リオタールは、スイスの画家である、ジュネーブで生まれた。父親は1685年に、フォンテーヌ・ブローの直令が発令されたため、フランスからスイスに亡命したユグノー教徒の宝石賞であった。ジュネーブの画家のダニエルがルデルラに学んだ後、1723年から1736年の間は、パリの歴史画家、ミニアチュール画家のマッセ、ジーン。 バティストマス、1687から1767に学んだ。パステルガやミニアチュールを得意とした。1736年からイタリア、ギリシャ、コンスタンチノープルを旅し、コンスタンチノープルには1738年から5年間滞在した。この間、後にヨーロッパで流行するオリエンタリズムの絵画の先駆けといえる作品を描いている。 1743年にウィーンに移り有名な作品となったチョコレートを運ぶ娘を制作した。ベネツィアに滞在した後、1745年から1846年はダルムシュタットで働き、1748年から1753年にはパリで多くの作品の注文に応えた。1753年にロンドンに行き、大大使。 フレデリック・ルイスの肖像画を描いた。オランダで働き、アムステルダムで商人の娘と結婚した。1758年に再び、パリに滞在した後、ジュネーブに戻り、その後の30年ほどは、ジュネーブを拠点に、仕事の依頼を受けて、ウィーンやパリ、ロンドンへ旅する生活を続けた。晩年は、同時代の画家、ジャンシメオン・シャルダンの影響を受けて、生物画も描くようになった。 ありがとうございます。